皆さんこんにちは、アンジーです。今回も前回に引き続きジャスさんとロビーさんが語らう回となっております。ジャスさんにとってのサウナだったり、ロビーさんにとっての銭湯だったりみたいな話をしているみたいです。今回もバージェミニーさんで撮影させていただきました。ありがとうございます。皆様ゆっくりとラジオ代わりにでも聞いていただけると幸いです。よろしくお願いします。やってる？毎度はい寄ってこ、チャリン。ザフーのロゴ。ちょっと今日はセンブリ茶でこうリセットした上で、こうジャスティス・ケンがサウナを愛し愛され始めたスタート。サウナをもうドハマりしたのは本当ここ 2,3 年前で、うん、でも自分サウナに入ったのは13くらいかなんか入った記憶が。でも最初なんかサウナちょっと入ってもう熱い熱いって出たぐらいで、なるほど。でもだんだんとなんかそのサウナ大人の憧れなのかだからちょっと長く入ってやろうみたいな、うん、長く入った方がちょっと大人として認められるんじゃないかな、はいはい、ってことでそのサウナに何回か入ったら、まあ、ちょっとずつ長く入れるようになって、うん、でもその時って水風呂の存在は全然知らなくて、うん、本当サウナに入って暑いから出て風に当たるくらいの、だからサウナ外気浴だったよね、うん、最初。でもそれからサウナから出て水風呂に入んないなんかボケかなんかでこう、うん、あーそしてあの外気浴やったらまたさらになんか気持ちよくなって、うん、これいいな、サウナいいなってなったのが20代前半で、前半でなんかそこら辺だった。で今あのそういうサウナブーム、うん、その漫画の佐渡っていうのが出て、はい、でそれであのサウナ水風呂外気浴これで整えるんだっていうことを知って、あ、うん、何これ自分やってることとほぼ一緒なんだって。佐渡でちゃんと水風呂は何分って調査みたいなね書いてあるから、まあ、それ通りにやったらまたさらに気持ちいい。でそこからもうサウナの虜になって、でも その最初は3セットとかやってなかったので、ね、1セット2セットぐらいでもなんかもういいかなみたいな感じだって、もう今はきっちりもう3セットやるし、なんなら足りなかったらちょっとおかわりで4セット目いっちゃおうみたいな。でそのなんかやっぱ水風呂の温度とかそのサウナの温度とかね、うんうん、ちょっといろいろ気になったり、結局そのサウナの部屋の温度と水風呂の温度のこのなんかバランスだよな、そうバランスだと思うんだよね。すごい暑いすごい冷たいじゃん、多分そんな気持ち、うん、極端すぎてね、うん、そうなんですよね。そういうなんかいいサウナをなんかこうここは気持ちいいじゃん、うんうん、でそしてあの外気浴もその風の当たり具合そしてビュー、どこがいいんだろう探して、うん、今もなおね、そう探し続ける、いろいろ探してますね。お自分の中でのホームサウナといいますかね、うん、そういったところはあるんですか。うん、自分はホームサウナ一応あるけど、そこは水風呂がなんかあと 1,2 度下がってくれればなって思ったけど、いつも そのなんか表示2度下がってくれればなって。でもそこもなるほど、ね、お前頑張れよってすごい言いたいんだけど、水風呂言いたいお前もうちょっと頑張れよって言いたいんだけど限界ですね、ダメなんですみたいな感じでいるから、いやお前可愛いなって水風呂を愛せるようになる。そうそう、キャラクターとしてなんかちょっと愛せる。もうね夏でこう暑いから今日はもうそれなりに冷たいんだろう、じゃあ入るぞってお前しょうがないみたいな感じ、コラメっていうね、コラメっていう感じ、ね、目だよね、うん、サウナいろいろ言ってます。東京に旅行行った時とかやっぱ北海道とはやっぱ全然違うし、その建物も作るとか、自分今気になってるの京都の音がすごい気になって、京都ね、京都ってなんかことないな、京都の銭湯って、なんか京都の銭湯って古いのがなんか、うん、建物とか、歴史だね、そうね、歴史感じるな。東京のその銭湯でさ、すごいうわーって、天井の感じとか、はあはあ、そのタイルの、うん、すごい歴史を感じたから、いいよ、感動するものがある。東京でなんかその旅行とか行って、
てホテルのスパとかなんだろうけど、うんうん、ちょっと時間あるなら本当東京の銭湯レトロの銭湯も行ってみるのもいいんじゃないかなって、そのちょっとおすすめ行きたいですね。ね、ぜひやはりいつか、ね、このチャンネルでも北海道もゆっくり円を描きつつ、円を描きこねるように。こねる？聖地があるじゃないですか。いいですね、聖地まだ行ったことない。サウナ敷地というサウナのもう聖地とはあるんですけど、行っていいのかなっていう。今は自分行っていいもの、やっぱねちょっとそこの躊躇はちょっとまだなんか。そうなんだ。もっとサウナのこと知ってからその行った方がいいんじゃないか。ちょっとねまだ。行きたい気持ちはすごいあるんだけど、なんかちょっと止めてる自分もいる。なるほどね、うん、泣いちゃうんじゃないかな、多分あんたの肘って書いてある。うん、行こう。ロビー君はさ、どっちかというと銭湯側でしょ。銭湯側、銭湯好き側でしょ。まあ、かもしれない。でもちろんサウナも好きなんだろうけど、うん、サウナ寄りの人間みたいな、うん、サウナを楽しみたいっていう。自分はもうできることなら毎日ねサウナは入りたいんだけど、うん、あ、でもね1回だけね1週間サウナ連続で入ったら どうなるんだみたいな、ね、やったことあるんだけどね、もう3日目でなんか頭おかしくなる。あ、整いすぎちゃう。うん、いやなんかね、だるなっちゃう。その自分より全然上のプロサウナの人はもう毎日行ってるし、なんか1日にもう2回、うん、朝と晩に行くっていう人もいるみたいで、うんうん、羨ましい。僕はでもそっちなんだよね。あ、そう、意外とこの殺欲のスタンプラリー、うん、1日3店舗回ったりとか、サウナも好きだし、え、じゃあほぼ毎日、結構もう毎日でも行けちゃうタイプ。なんか柚子カレーみたいな、あ、その柚子カレーのさらに柚子カレーみたいな、なんか疲れちゃうみたいな。いやー、僕はないね。昨日より今日、今日より明日、明日より、アス、アス。銭湯はいろんなとこ行ったくじゃなくて、一択じゃない、まあホームサウナと言われている銭湯ももちろんあるけど、まあ、120度のところなんだけどね、うんうんうん、サウナがべらぼうに暑いんだけどさ、それ暑いで120度で、うん、100度超えのとこってあんまなかなか少ない。そうだ、それがホームのポジションにあるからさ。そうだね、ホームでその120度のサウナ毎回入ってたらそれは、ね、そうなのよね、体力的にも、体力的には皮膚がやっぱ適応してくるというかさ、うん、もう120度でも全然大丈夫です、全然大丈夫ですっていう。はあ、もうなんかワンセットで毎回整っている。早っ。もう 1でもいい。 3いらない、いらない、1で1、すごいね。10分水風呂4分とか、もうバンバンでトーン、もうすぐパパッと、本当家の風呂と同じ尺度で飛べるっていうのをホームサウナに設定してあるので。でもそれっていいよね。なんか友達と待ち合わせで時間1時間あるから、うん、なんかこの1時間どうにかして過ごしたいな、なんかね、有意義に使いたいっていう、ってなるとやっぱりなんかサウナ一発行きたいなっていうのはあるんだけど、っていうのはないんだよね。あ、それはないじゃん。120度行ったらもう他ないじゃん。そうなんだよ、事故で、それ以上行くと事故さ。え、じゃあそれこそ、焼いたらダメよサウナさ、そのぬるいとこ、ぬるいっていうかさ、その、うん、70度とかさ、スチームサウナとかもあるし、スチームサウナが入る、うん、それやっぱ物足りないんじゃない。あれもさ、でもやっぱ面白いもんでさ、その湿度とかさ、あ、まあ、結局自分のコンディションだったりもするし、その日 の入る前に摂取した水分の量とかさ、なんかいろいろ変わってくるじゃん、ね、環境で。そんなだからといって120じゃないと満たされないっていうことでもないのが面白いんだよね。それね、結構、うん、もう暑いサウナじゃないとダメっていう人もいるじゃん。70度とか80度もうぬるい、もうこんなのサウナじゃないっていう人もいるんですよ、うん、そういうのを、まあ、このとこ僕はだからね、全然そのサウナももちろんだし、うん、銭湯もスーパー銭湯も全部好きだし、いいね。いや、全部それは全部好き、いいこだわりがない、ね、いやー、まあまあ、そうさ、どれも好きだから、その文化として好きだからさ、だから そこはそこみたいな感じでちゃんと愛せれるみたいな。そうだね、いいところがあるからね、どこも。それベストなのよ結局。ありがとうございます。だからいるの、ほんとプロサウナでもなんかその全然湿度がダメだみたいな感じ、はいはい、それを
ひねりも入れつつもって言いたい。セイコーマート山わさび塩焼きそばの一口目が絶対に絶対に蒸せる、絶対に蒸せるらしい。絶対に蒸せる。自分蒸せたもん。あの体感しないと気が済まない、やろうとしては、挑むけど、ちょっとやってほしい。これただね、蒸せには強いからね、ロビオ。あ、さっきのセンブリもね、昔から定評がある。全然、あの大丈夫だったし、神経死んでるんじゃないかっていう説が周りから言われてる、ね、あ、それくらいもうカッカッ、もうもう、お、お、もう下から起きました。まあ、あ、いいねいいね。ちょっと匂った。いや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 、大丈夫でしょ。いや大丈夫でしょ。怖くない。いや大丈夫大丈夫。いきますよ。すごい香っちゃった今。行きましょう。行きますか。行きましょう。いただきます。はい。お、お、すごい。いや、でしょでしょ、やっぱそうだもんでしょ。いやー、感触いやいや、まだすごい、あの、何、本当に気合を入れて臨んだんですよ、今日一で、あの、何、万力で蓋閉じるみたいな、グッてね、もう絶対に、絶対出さないですよ、こいつを、って思ったけど、すごいでしょ。耐えれなかった。これはね、すごいみたいですよ、うん、すごい美味しいし、美味しいんだよね。そして美味しいのね。もうぬるくなってるからね。もうそう、ぬるくなったらね、全然ね、これね、食べれるんですよ。ぬるくない、でもぬるい、ぬるいよね、あのね、ぬるみは。いや、最初、大丈夫かなって、もう、いけんじゃんって、急にいや、あの、わさびの、あれ、いやーって言ったね。いやーって言ったね。うん。しかもね、秘宝です。取れてなかった。あ、なにこれでも、これは、これは、こっちは取れてる。じゃあちょっと、山わさび塩焼きそばチャレンジね。うん、マスターの小西さん、はい、お願いします。いただきます。まあ、ぬるくなってるからで、ね、す。言うて。うん。がっつり倒れちゃった。ちょっとね。怖い。吸い込み大事だよね。あ、めっちゃ食ってる。あ、見たい。お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 。あ、素でいった。おっと。あー。やっぱ、マジよね。うん。なんか告知あります？店の。言うとことあります？大丈夫ですか？いや。飲みに来てください。いや、これ一発目ねえですよ。いや、いいね。出ると思う。いや、俺も出ると思わなかった。強いなって今。やっぱだいぶ固まりいってたからね。ね。それではまた会おうぜ。See you next time. Bye bye.長い長い。